今日、今年初めてのね、魚屋ですが、本当にたくさんの、方においでいただきまして本当にありがとうございます。行くとこなかったんかいみたいなねそんなこと言うたらあかんねそれから俺のライブは人は少ないんでね、お客さんも2人3人来ていただいたら本当に嬉しい。こんだけお二人どないしようかなと、僕、歌わせていただきます。今日は1月最初ということで、僕が一番最初に、愛知県のライブハウスで歌った、そこが僕が人前で歌った初めての会場でした。そこには、20歳になる、女の子が いました。喋れない、目も見えない、そして動けない、はるかちゃんという女の子でした。もう今は亡くなっていないんですけども、そこのマスターが、そのはるかちゃんに、捧げて、書いた曲です。はるかなる夢という曲を歌いたいと思います。君が20歳の時、僕は君と出会いました。いろいろと君は僕に教えてくれましたね。動けることの幸せや、見えることの素晴らしさ、話せることのぬくもり、そして生きることの優しさと強さを、動けないことの歯がゆさを、僕らは感じたことがあるだろうか。喋れないことの虚しさを、僕らは考えたことがあるだろうか。ありがとう、ありがとう、命の重さを教えてくれました。動くものならば、君はその両腕に何を掴んでいるだろう。死も君のその声で君の意志が歌えるならば、君はその胸に同じ生きているだろう。この世に生まれて同じ空気の中で生きてきたはずだけど、どんな人にも自由に生きる権利はあるんだよ。負けないで、生きないで、夢を見て歩いて行けるから、歩けるならば、君はその両足でどこへ行こうとするだろう。死の君の真心がこの人に伝わるならば、
こと、人の争いを悲しいものだと教えてあげてくれ。君がこの世に生まれて、冷たい空気の中で生きてきたはずだけど、誰にも負けない、負けない強さと心がある。負けないで、いけないで、夢を見て歩いていけるから、空に向かって手を差し伸べてごらん、力を信じてごらん、宇宙そこに笑っていいよ。